はい、バイクの靴の種類をね、皆さんやっていこうと思うんですけど、せっかく売り場にいるのでバイクシューズの種類と普通の靴とどう違うかっていうのをねやっていこうと思います。で、バイクのシューズね、まあ、一般的にはこのようにですね、かかとの上ハイカットのものが多いんですけど、この56デザインの方でこのスニーカータイプのものもありますね。はい、これ珍しいです、はい。まあ、こういうものもあるんですけど、普通にこう面で、ハイカットのもの、ハイカットの中でも結構これは低い方ですね、で、そういうデザインのものがあったりで、ハイカット、これは太一のハイカットのモデルですけども、これもねくるぶしが隠れるところまで、あります、ね、これもそういうタイプですね。で、もうちょっと上の方まであるタイプですね、まあ、ブーツとの間ぐらいのシューズで、こういうゴテゴテした下線というかですね、なんかこうプロテクションがすごそうなタイプで、こちらはこうカジュアルなタイプですね。そうカジュアルモデルを選ぶのと、こういうなんかプロテクションはっきりしたタイプのモデルを選ぶのと、あと革ブーツタイプですね、こういうタイプがあります。で、こういうロングブーツタイプのものもあります。なんかこれエロいですよね、エロいね、はい、エロいでも男性ものだったりしますけれども、はい。で、まあ、そういうタイプもありますし、まあ、これちょっと見えますけど、こう長靴タイプですね、これもあります。これゴムですね、長靴タイプですね、はい。で、ありますし、で、こちらもですね、まあ、プロテクションタイプっていうんですかね、カジュアルタイプでもなく革タイプでもない、バイクウェア、スポーティータイプですね、のハイカットモデル、これヤマハって書いてあるんですけども、これは櫛谷ですね。で、最近こうダイヤルで締めるものが結構流行ってるようです。はい、当然紐のものもあります。これアルパインスターの、これはスニーカーモデル、カジュアルモデルですね、ちょっとハイカットのものですけども、はい。で、大体なんですけど、これはついてないな、ジップがついているものがブーツとしては一般的で、これ僕が欲しいダイネーゼですね、はい。で、これもカジュアルタイプ、でもダイネーゼのもね、すごい値段高いんですけど、2割引きですからね、アウトレットだからね。で、革タイプ、これはね、ダナの通勤靴なんですけど、なぜかある。革タイプで、アビレックスですね、皆さんよく知っているブランドですね、これもブーツで、このぐらいのカットのものと、さらに、カットが高いものですね、があります。はい、ね。で、まあ、これもすみません、これいいな、この色いいな、ね、だいたいサイドジップになってますね、はい、26.5 か、履けないな、はい、これもいいですね。こういう紐じゃなくて革の、ハイカットのものですね、ウォータープルーフって書いてありますけども、はい、のがあります、はい。で、あとはタクティカルタイプですね、こういうそのタクティカルブーツのようなタイプですね、もあります、はい。これなんかモンキーサーですね、フラッグシップですね、はい。で、さらにその上の競技系のものになってくると、これオフブーツですね、オフロード用のブーツがこのように揃ってますね。オフブーツっていうのはなんかこうガッチガチに固めてあって、で、こうバックルでバツバツ止めるタイプですね、はい。ね、で、まあ、ツーリングブーツ、これツーリングブーツですね、ツーリングブーツというタイプのものですね、があります、はい。これもそうなんですけども、これはねツーリングブーツとサーキット用の間ぐらいですね、はい、トゥースライダーがついてます。これトゥースライダーと言います、はい。で、レーシングブーツはねもうちょっとガッチガチなんですけど、これもレーシングに近いですね、オフ用ではないブーツですね、かなりアメリカって感じですね、はい。というような種類がいろいろございます。で、普通の靴とこういうバイク用の靴と何が違うかっていうとですね、正直革のブーツはほぼほぼ変わらないです、はい。で、変わらないんですけど、靴底ですね、靴底のこの作り方、ね、このかかとのとこ斜めにカットしちゃったりですとか、あとこのソールのこの靴底の厚さですね、これを薄く作ってあるとか、バイク用になると靴底がちょっと薄くできてるっていうものも特徴のうちの一つです。だからまあ、大体ね中敷きでなんとかなっちゃうんですけども、
靴底が薄いと歩くときにですね、ちょっとかかと痛かったりとかします。で、それからですね、プロテクターがこういうところに入っていたりだとか、つま先がね、非常にこうしっかり固くできているとかですね、そういった違いがあります。やっぱね、靴底、これビブラムなので、ビブラムって結構既製品なので、普通の靴底なんですけども、やっぱそれでもね、薄めに、できてるかなと思います。逆に靴底が厚いやつもあります。はい、要は着座した時の足つきを稼ぐために、このようにですね、靴底が厚くなっているモデルも、あります。はい、要はプロテクションが入っているか入っていないか、用途に合わせて、大体靴底が薄いんですけれども、足つきのためにわざと厚くしてあるものもあるという感じですね。で、特に革モデルになってくるとですね、革の防御性能っていうのは基本的に非常にこう高いですので、このアビレックスのこのモデルもね、両方にシフトガードがついてるぐらいなんで、バイク用としても使えるんですけども、普通にこれ、カジュアルユースで売ってるやつなので、革製品の防御性能っていうのはね、基本的にさっき高いって言ったんですけども、普通にオフじゃないの、バイク用としても使えます。で、もう一つですね、シフトチェンジするので、このシフトガードがついてるっていうのも、バイク用の靴としては、特徴的でございます。はい。で、あとさっきちょろっと言いましたけれども、トゥースライダーですね。こちらも、のモデルもついてますけども、これすごいかっこいいよね。ね、ダイネーゼの。ね、スポーツモデルなんですけども、このトゥースライダーっていうのはどういうことかというと、バイクを傾けた時にステップに足を乗せているこの足のつま先擦っちゃうんですね、地面にね。で、その時に、擦れてもいいようにガードがついてて、このトゥースライダー自体は交換可能です。はい、大体両方セットで1000円か2000円ぐらいなんですけども、で、そうしたガードがついている、というものモデルですね。はい、これはかなりスポーツ走行を意識している感じのモデルになります。で、そんなに擦るわけないだろうって思うかもしれないんですけども、意外とノーマルポジションステップのですね、つま先っていうのは結構擦ります。で、こういうカジュアルモデルで、つま先チッて擦るともう結構削れるんです。簡単に傷パッて入るんでショックですよ。はい、落ち込みます。はい、ね、でも傷つけながらね、乗るのもバイクシューズではありますので、で、そういうのをね、嫌な人はこういうのつけて、ついてるモデルで、走るのもいいですし、このスポーティーデザインがね、あんまり好きじゃないっていう人はしょうがないんですけども、もともとスポーツ走行をするのにいいですね。こういう靴で、走りたいっていうですね、そういう需要では使っていくもんかなと思いますけども、もうでもね、僕こういうスニーカータイプ、ハイカットモデルでこのくらいの、ね、モデルでこうトゥースライダーがついてる靴僕持ってないんですよね。だってトゥースライダーとそのつま先擦るような走り方をするときっていうのはちゃんとレーシングブーツ履くから、あんまりこういうカジュアルタイプのものでね、つま先擦っちゃうってことは僕はないんですけど、はい。で、あと最後に防水性の話をしていこうと思うんですけども、バイクブーツでね、防水性を確保してあるものっていうのは正直ほとんどないです。この中で僕が実証実験しておすすめをしてできるよっていう、絶対こう防水性大丈夫っていうのは、このフラッグシップのタクチカルバイクブーツですね。これは長靴みたいに使っても大丈夫だった。で、あそこにあるワイルドウィング の, このこれ本当に長靴だから防水性大丈夫です。で、あとガエルネの G アスペンとか G ロケットとかゴアテックスモデル、これは試してますね。はい、で、他のやつは試してはいないんだけど、はい、ゴールドウィンとかも防水あるはずなんですけどね、エルフとかもね、この辺は試してないので、僕はちょっとコメントは避けようかなと思います。しかしね、アベレックスね、これいい色だよね。こういうスウェードのカラー僕大好きね。これも2割引きですので、はい、アウトレット店、非常にこう初日が一番品揃えがいいですよ、皆さん。これね、なくなったら売り場から靴が補充されるんじゃなくて、靴が消えて違うものになるだけですからね、気になるものがあれば、早めにいらっしゃるのがよろしいかと思います。はい、ね、今日は雨ですね。ちなみに明日明後日、そうだな、11日12日、土日ですね、キッチンカーが来て、何売るか分かんないんですけども、簡単な飲食物の販売もございます。はい、僕も日曜日はしとこないですけども、土曜日午前中ですね、はいる予定でございますので、はい、お越しいただければ幸いでございます。はい、ちょっと僕は顔出して帰るだけになっちゃうんですけども、
はい、ダイネーゼいいね、欲しいな、欲しいね。ダイネーゼヤスリってすごいですよね。普段絶対ヤスリしないやつ安く売ってるし、ね、アビレックスのヤマトがねいっぱい売ってるっていうのは、ね、これはもう垂涎でございますわ。はい、以上です。